兄さんは今会社員の方ですか？会社員。あ、おー。どんなお仕事されてるんですか？証券。あ、そう、証券マンか。いや、すごい。喫煙者ですね。喫煙者。あ、はい、そんなタバコ吸われてますか？はい、喫煙所でタバコ吸ってないんですけども。あ、アイコス、はいはいはい。これ何ていう銘柄ですか？マルボロの。あ、マルボロ。はい。タバコ吸う方、低学歴説を検証っていうのをやってるんですけども、はい、大学どちらなんですか？UCLA、カリフォルニア大学ロサンゼルス校のこと間違いないですか？おお、え、絶対さ、それさ、うん、世界大学ランキングとかに入ってるやつや。いや、もう多分トップ10とかで、ハーバード、マサチューセッツ、まあ、コロンビアとかで UCLA とかちゃう。いや、来るよね、それ。日本の大学入ってから行ったんすか？日本の大学は入らないで、ここ卒業してからそ、はい、うわ、灘とか開成のトップも、はいはいはい、東大目指さんやねんて、海外の大学行くんやって、いきなり。いや、もうそういう時代ですよね、もう。